年末商戦を前にカニや銀だらなどが原油価格高騰の影響で値上がりしています。また鮭の不漁でイクラは去年の2倍の高値になっています。仙台市民の台所、仙台朝市です。こちらの鮮魚店にはエビにイクラ、マグロなど正月料理に欠かせない海の幸が並んでいます。しかし年末の書き入れ時を前にこれらの値段が上がってきています。こちらの鮮魚店では原油価格の高騰に伴って燃料費などが上がった影響で輸入品の値上がりが目立ちます。アラスカ産のカニは半身で1万4000円と例年に比べて4割ほど高く、ロシア産の銀だらも3切れで1000円と3割ほど高いということです。一方、国内産では全国的に鮭の不漁が続いていることで正月料理に欠かせないイクラが高値になっています。例年は100グラムで800円ほどの北海道産のイクラが今日はおよそ2倍の1620円でした。店側ではこれ以上値上げすると買ってもらえないのではと嘆いています。カニとかイクラではちょっと利益が上がらないので、それ以外のもので少しずつ利益を取るような感じですね。この高値を消費者はどう受け止めているのでしょうか。なんかどっかで節約しなきゃダメだなと思うので、なるべく安いものとか考えるかもしれないですね。まあ、お客様に負担させるわけにいかないんで、まあ、上がった分はもうこちらで、そうですね、そのまま見るしかないかなっていうところですかね。油が高くなくても結局年末って魚が上がってたじゃないですか、例年までは。で、今年は石油も高いとなると年末どれくらいの価格になるのかなと思ってちょっと不安ですよね。